前回の勝倉なんだかアップデートで、豚吊るせる、マジか、ロープで連れてくることができる、だったらやるしかないじゃないか。というわけで宙吊り大作戦、ホグリンを連れてきてロープで上にくくりつけるだけ。ちょっと待って、これインスパイアされるやついるんじゃね。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、あの技はダメよみんな。いや、どうしよう、これ流行らせたらみんな家の前でね、スルスみたいな、そんなやつらだらけになったらどうしよう。いやー、ありえるなー、みんな吊るしそう、怖い怖い。あ、っていうか今日はね、材料の一つであれちょっと惜しいんで、ちょっと遠出行ってきますか。遠出、確かこっちの方角だったと思うんだけどなー。え、このステムひどくなかった？あ、やばっ、何だここ80のマイナス600ぐらい。なんだろう、こんだけアイテム持ってるのは前のやつのなんか残りが的な、なんかそんな気がするんだけど。なんかそんな気するんだけどなー。いや、上から見るとありますね、いろいろと。いい加減またトライデンとかね、欲しくなってきたような、ならないような。あれ、こっちじゃなかったっけ。あー、これあったかい海になってきた、あったかい海。イエス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 、いいよ。あれ、サンゴ、そう、サンゴよ今探してんの実は。サンゴ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 ありましたということで、はい。ちょっとね、今日用があるのはもうこのサンゴです、このサンゴはね、あの謎の挙動をし始めるらしいよ、これ。せっかくだからこのブロックも取っとこうか、サンゴさんブロックもね。はいはいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。おーし、これでもう OK だ、本日の分は。手間的にサンゴを手に入れるのがもう半分ぐらい、うん、半分の手間、これが。他はもう大丈夫です。あと戻りまっか。あっちゃんな、あっちゃんな。いや、よくよく見るとここやべえな、これやべえな。はい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 、やべえな、置いときまして。はい、さあ、もう今回のもう何に使うかもうわかるでしょう。あ、ホッパー、いや意外とホッパー少ないな。オブザーバー、さあ、というわけで作っていきますか。今回のもうすごい簡単よ。いや、カズボコの方でもね、一回やってるんだけど、もうとにかくやばいっす。とにかくやばい。今回の装置はマジやばい。な、早速作るで。もう作り方すごい簡単です。な、まずね、ピストン置きますよね。ほんで、機構としてはこうね。あと、サンゴ？ここに？あれ、これ、つかないサンゴか、これ。あ、これつくね。ピンクイサンゴ、はーい。1列分、まあ1列分でいいか。つかないやつとかあるんだ。これは？これはどうなんやろ。あ、これもつくね。はい、もう簡単です。もうこれ、わけわかめなんだけど、このカーペットをつけた状態で、わかる？なぜかね、カーペットが増えていくという、これ魔法のサンゴといった感じなのかな。なんかサンゴに神秘的な何かがあるのかもしれない。はい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 。でもこれね、竹式よりむしろ簡単じゃねえのかなということで、今回これを使った無限焼きかまど、そちら作っていこうかと思います。じゃあこれ結構コンパクトに作れるな。あ、ごめん、寝なさいっていう。てん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 、え、これピエンの歌っていうの？マジ知らなかったん。すやん。カズクラ。あー、よくれたー。さあ、というわけで、早速、行きたいなと思います。これ結構使う、なんだかんだ結構使うよね。あー、ここも絶好調絶好調絶好調、枯れてる枯れてる。まあ、ここら辺にね、置いといてもいいんじゃねえのかなと思って、ここ、あ、ご苦労だった。おー、毎週一応公開収録してるんですよ。掛け事してて、これこれを掛け事に、使っております。ご苦労じゃった、毎回かけてるっていうね。またたまっていくよ、これが。ありがとうございます。
まあ、ここら辺にちょっと作っていくのよくない？多分ここあーなんか謎装置も置いてあるし、謎装置はどうでもいいんだけどさ、ここに無限かまど装置、それをね作っていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。どうやるといいだろうこれ。ちょっとコンパクトにかっこよくまあいきたいなっていう思いもねあるしな。一旦ここきれいにしよう、一旦。うん、はい、無事撤去でございます。無事撤去。もう危ねえ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 、落とし穴落とし穴これ。落とし危ない危ない。よーし、 OK です。ではね、ちょっと作っていきますか。どうするといいんだろう、まあ、かまどシステムはかまどシステムだからな、言うて。ちょっと、作っていこうかなと思います。まず普通のねかまどシステム、それを構築していって、そっから後付けで無限かまどをなんかつけるっていう感じになるんじゃねえのかなと。よーしよしよしよし。ほんでここからよ、まあ、真上のこれはね、まあまあこうなるとは思うんだけど、焼きもんだよね。これちなみになんだけど、このね焼き始めましたよーっていう、これどういう時に反応するんだろう。これだと反応していない。これ上に焼きもんが来たら反応してないよね、これ多分。あ、来てる？あ、来てるの？抜いたらこれでは、あ、これでも来るんだ、燃料が入ってるだけでも。マジかマジかマジか、燃料が入ってるだけでダメなんだ。ちなみにこう上に入れた時はどっちが最初に、あ、平等か。なんかここ通ってる間だけなんか反応するような、あのそんな感じでやるか。ずっと動いてると嫌もんねこれ、燃料さ。おーし、決まった決まった、なんとなく分かってきたぞ。なら、ねこれこうなるんよ、こうなるよな。なんとかうまいことできんかな。コンパクトにね、スタイリッシュにやりたいよな。こうか。え、さっきのサンゴ？え、さっきのサンゴ？さっきのサンゴ。あれ？あれ、剥がれると同時に持ってちゃったみたいな。マジかよ。うわー、取りに行くのめんどくさい。マジかよ。コップンで増やせねえかな。頼む。増えてくれ。コップンで。取りに行くのは嫌なんだ。めんどくさいんだ、取りに行くのは。頼む。うわー。健康的な雑草がいっぱい増えてくる。他のサンゴはどうなんだこれ。ダメだよ。すいや、カズクラ、これは使わないの？あ、これつく。あ、でもこれじゃダメだ。待て待て待て、え、取れた取れた。よし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 、こんでいけるんじゃね。こんでガラスでさ、ある程度囲ってまえばいけるんじゃねえ説。ちょ、軽く動かしてみるか、女の。えい、いくよ。あ、素晴らしい、これは素晴らしいぞ。意外とこれだけでさ、こぼれないんじゃない？意外と。いくよ。うわ、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 優秀。え、めっちゃ優秀じゃん、これ。はい、では承知いたしました。いい感じですね、いい感じですね。それなら、あとは、ちなみに、この、下64個の時点で、いや、すげえいいのができそうな感じがする。ここまでだよな、これ。ここまでだよな。ここまでは来ない。ほんで上に焼き物が、焼き物がこう入った時どう？あ、来た。はい、整いました。はい、整いました。これ整っちゃいました。で、焼いてる間は常に動いてて、でこれが焼き切ってしまった時、あ、いや、まあまあ、ある一定の数を下回ってしまった時に来ました。1,2,3,4,5個か、5個。
では参りましょう。まず一般的な構造としては、こうですね。このオブザーバーをつけることで、いきますよ。もうガコンガコンと、もうこれ無限になる。ほんで動かんときはこれに対して電源がオンになってればいいだけ。いい子のみんなだったらもう分かるよな、これ。待て、もう、すーげー取れるな。もうやっぱこれ動い、ずっと動いてんのよ。重い。はい、あとはここからね、飛んでいいと思うんだけどな。これ壊すと動いちゃう。こうすると、オッケー。ん？いや、ちょっと違うな。こっちでもオッケー？あ、こうだ。え、できたんじゃない？これ。これできたんじゃない？ちょっと早速、ちょっとやってみますか、これ。ちょっと上、ちょっと蓋閉めますね、これ。今度いっか。うわ、これコンパクト、鬼コンパクトでしょ、これは。薬も持ってきまーす。アイテムがいっぱいすぎてもあんま持てない。まあ、こんでいいでしょう、こんで。すや。ああ、遅れたということで、てんとんてん。さあ、では参ります。さあ、動きは。来た。なんかたまに飛んでく。なんかたまにここの隙間から飛んでくるんじゃない、飛んでくるんじゃ、飛ぶんじゃない、隙間から。あっ、けけ、一応 OK だね。ちょっと飛び出てくるけどまあ、ある意味、まあ、最小限のマシンだからね。はいはい。でこう焼いてる間はもう常にやり続けるみたいな形で。うわ、これ結構いいのできたような気がするわ、これは。え、これ良くない、このマシン。はーい、というわけで本日こんなところで終わりたいなと思います。いや、マジやべえマシンができましたね、これ。これはいい。まあ、こんな感じで、すごい簡単にね、作れますので、ぜひ皆さん、作ってみてください。こうですよ。はい、今回の機構ね、簡単に真似できるかと思います。これこんな感じでできておりますので、1、2、3、これやっぱ中にある個数の数でこれ決まるからさ、レッドストーンのやつ強さがさ。うわ、これすげえわ。だからもう多分後ろ燃料パンパンだよね、これ。なんか余計なの入ってるわ。うん、基本的に燃料パンパンになるので、これ焼いてる間1列でもいいかもしれんわ、これ。あ、そしたらこれもね、もうちょっと隠すことできたかもしんないね。片側の方だけちょっと、いや、できんな。あ、やっぱ絶対こういう形にはなってくるわ。まあ、本日はこんなところで、またお会いしたいなと思います。で、リクエストぜひね、お待ちしておりますので、またお願いします。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。あ、最後にコメント。ウラジさんかな、ふやいとく、ふやけたこと。いや。え、これふやいとく系って、ふやしておくでしょ、ふやしておく。え、方言だったのこれ。なんと、まあ、バイバイキン。